節外れの猛烈な残暑です。午後3時前の名古屋栄です。9月とは思えない日差しの強さで肌が焼けるように暑いです。名古屋では今日午後2時過ぎに最高気温 35.2 度に達し、統計開始以来最も遅い猛暑日となりました。これまで最も遅かったのは1990年と2010年の9月12日でした。また豊田市や岡崎市、岐阜県多治見市などでも猛暑日となりました。気象台は明日も名古屋と岐阜で最高気温35度の猛暑日になると予想していて、熱中症への警戒が必要です。